木曽川という水の恩恵によって尾州ではこういった難しい毛織物、水をたくさん使って、難しい毛織物というものを日本の中でも、トップクラスの技術で作ることができたという歴史があります。ガチャマンケーキといって、まあ、とても、儲かった、仕事もたくさんあって作れば作るほど服が売れていって、産地としてはすごく利益が上がったというふうに、聞いてます。それまでは日本の中で日本の職人とともに服を作るということを一番大事にしてきていった。でそれは尾州として当然のようにやってきたんですけども、それ以外の地域、まあ、国で服を作るようになってしまったということが一番の、尾州が社用になっていったターニングポイントだと思います。いろいろな尾州の企業の若手たちで同じように尾州の魅力というものを発信していこうと思い、尾州のカレントというサークル活動をその時に立ち上げました。もう一回その日本のものづくりの原点に戻ろうということで、各ブランドだったり各企業が、日本でものづくりをするようには確実にやっぱなってきてます。で今までみたいなやり方をやってしまうと結局また値段競争みたいになってしまって、それを続けていく、そういったものづくりを続けていく、まあ、つまり職人が弟子を育てて次の世代まで引き継いでいこうっていうようなものづくりはできないので、新しい価値を見出したものを販売していくっていうことをしなければいけなくて、なんでこういった自社ブランド、自社製品の開発だったりとか、尾州っていうものを今までは知らなかった人に新たに伝えていくことで新しい価値を産地として見出していくっていうことをやっていくというのが今です。でこれをやはりできている商品っていうのは今までには尾州に見向きもしなかった方とかがすごく評価をしてそれを手に取ったりとかしてくれてるので、新しいやはり価値になっていて、それが、各工場だったりとか職人さんにとってとてもいい影響になっていると思います。